どうも、トズルです。さあ、今日はですね、アイスゴーレムリリースされて今日で3日目かな、丸2日間が経ったんですけれども、皆さんどうでしょうか。私ね、昨日ちょっとアイスゴーレムレベル1を使ったね、ネタ動画を上げさせていただいたんですけれども、今日はね、ちょっと真面目な話をしていこうかなと思っております。で、アイスゴーレムね、今日ちょっと1日時間があったんで、いろいろなデッキをね、試して使ってみたんですけれども、その中でも今日はうまくいったリプレイを、流しながらいろいろ話していこうかなと思っております。で、結論からいきなり申すと、結構ね、アイスゴーレム強いと思ってたんですけど、あんまり強くないんじゃないかなっていう説がね、私の中で浮上してきました。で、これなんでかっていうと、アイスゴーレム2コストでね、相手を3秒間、35% ダウンかな、攻撃速度と移動速度を 35% 落とすっていうね、素晴らしい特殊能力がついているんですけれども、今流行っている環境、つまりジャイポイですね、ジャイポイプリンスだったりジャイポイボーラーに対して若干ね、こうクリティカルに抑えてくれないというか、まあ、私の使い方がね、まだまだ未熟っていうのはあると思うんですけれども、若干ね、このジャイポイに対してアイスゴーレムがね、刺さらないなというのを今日一日使って感じました。まあ、いろいろね、使い方が今からこう開発されていくと思いますし、まあ、今ね、今から紹介するリプレイなんですけれども、相手がペッカとインフェルノドラゴンかな、結構高火力の敵だったんですが、このようにバーバリアンのターゲットを取ったりだとか、相手をね、うまく誘導したりするのに使うっていう点では、アイスゴーレムね、アイススピリットではできない使い方ができるんですけれども、アイススピリットがね、正直かなり優秀なんですよね。1コストで相手を2秒間完璧にフリーズさせて、でさらにね、マスケットとか、ザップとかからも耐えれるというね、結構1コストでは考えられないような強さの、ユニットなんですけれども、アイスゴーレムはやっぱそこには及ばないかなという感じです。これは多分ね、誰がプレイしても多分そうだと思うんですけれども、アイスゴーレムが今後使っていける道としては、私としてはね、このホグライダーのエスカレーター、これによってタワーまで届いたときに、ここでね、相手のバーバリアンとベビードラゴン、そしてタワーを一気に固めてるんですよね。で、これによってホグライダーが一気にタワーを落としたんですけれども、これが一番アイスゴーレムの強みというか、使っててね、これはすごいなって思った点ですかね。他のアイスゴーレムの使い方としては、このように相手を止めたとしても、やっぱり若干こう、なんて言うんだろう、完璧フリーズじゃないですし、3秒間っていう、そこまでね、長くないと思うので、これちょっと使い道難しいなというのを正直に感じました。で、今回相手がペッカだったんですけれども、今までね、結構そのペッカウォークって言われる技術があって、でこれ何かっていうと、ペッカだったり、あと何だったっけな、巨スケ、巨大スケルトンとかを逆サイドに、ね、引き寄せていくっていうテクニックがあります。で、今回私これ使ってみたんですが、ソラユニットで攻撃しながらアイスゴーレムでペッカとミニペッカを引き寄せていきます。で、ここドラゴン と、ガーゴイルですかね、メガガゴでしっかりとミニペッカとペッカを処理していき、さらにアイスゴーレムでターゲットを取ったところにホグライダーを刺していくという使い方をしてみました。こうすることによって、相手のバーバリアン、ペッカを、ね、完璧に封殺できてますし、こういった使い方っていうのはね、アイスゴーレムにしかできないというか、アイススピリットにはできないいいところかなと思いましたけれども、今ね、ちょっとジャイポイが現状っていうか、そのジャイポイが強い限り、こういった使い方もね、ガンガン使えませんし、今アイスゴーレムがね、こうチヤホヤされるっていう感じではないのかなと感じました。また次のアップデートで、例えばジャイポイがね、弱体化を食らったりとか、ペッカプリンスがね、どんどん強くなってきたりとか、そうすると、アイスゴーレムのね、使い道っていうのがどんどん増えていくのかもしれないんですけれども、現状ちょっとね、私的には使えないんじゃないかなという説が、あります。またね、コメントとかで、いや、アイスゴーレムはこうやって使うんだみたいなね、やつがあれば、コメントしていただければなと思うんですけれども、まあ、もうちょっとね、研究というか、レベルをしっかり上げて、いろんなデッキで試してみたいと思うんですけれども、まあ、現状報告というかね、今日一日使ってみての、私、ドズルの感想でした。はい、ということで、今日はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。